関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。今日は慶寿総合病院形成外科課長情報部長の山野辺裕二先生にお越しいただいています。先生こんにちは。こんにちは、山野辺裕二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山野辺先生は4月1日付で慶寿に来られたということで、はい、まだ、ね、そんなに日は経ってらっしゃいませんけれども、はい、では先生からまず自己紹介をお願いしたいと思います。はい、山野辺裕二と申します。生まれは九州の長崎なんですね。それで医学部も長崎大学を出ておりまして、でその形成外科の医師として九州四国そういうところの病院をしておりました。でその後その病院のコンピューターの仕事を主にしておりまして、それで2005年から東京の病院にいたんですけれども、今年の4月からこちら慶寿にお世話になることになりました。よろしくお願いします。そうですか。ということはこの石川七尾にご縁っていうのは、いや全くございません。親戚があるわけでもないです、はい、単に、日本一の病院がこちらにあるということで、来たいなと思ってお願いして来させていただきました。そうなんですね。では石川県に来たことはありました、今まで。はい、学会などで金沢には何度か来たことはあるんですけれども、能登の方は全く初めてです。はい、七尾の印象ってどうですか。いいところだなと、私生まれが長崎なもんですから、やっぱり潮の香りがするとか海が近いとか、やっぱりそういうのはすごく親近感を感じるので、もう来てすぐいいとこだなっていう感じがいたしました。それは良かったです。長崎から、東京を経てこちらの方へということなんですけれども、慶寿に来られまして、今形成外科の先生ということなんですけれども、先生はどうしてお医者様になられたんですか。いつぐらいから。親が医師だったものですから、なんとなく周りもそんな風で医学部に進んでということです。で、医学部にを出るときにやはり子ども関係の診療をしたいなと思いまして、でやはり、あちらだと小児科と形成外科がそういうのがありましたので、で形成外科の話を聞いて小児科の話を聞いて、形成外科の教授の方がいろいろ話を聞いて面白いねって言ってくれたり興味が湧いたので形成外科を選んだということになっています。お父様は、はい、父は耳鼻科の医者をやっておりました。はい、そうなんですか。お医者様の中にもそのいろんな科がありますので、そしたらお父様と一緒っていうのは特に考えては。私次男なんで、たまたま私の兄が耳鼻科を今長崎の方ではやっております。そうなんですね。はい、じゃあご一家がもうお医者様ということで。そうですね。はい、そうするとちっちゃい頃からお医者さんになろうかなと思ってたのはやはり分かります。でそして実際にお医者様になられて今何年ぐらい経ったんですか。ちょうど来年で卒業して30年になりますね。30年。はい、ですから1986年の卒業ですので、はい、先生お若く見えますよね。頼りないと言われるので、今はようやく多少年を取ってきたなって感じがしますけど。そうなんですね。はい、じゃあ記念の年にもなるということなんですけれども、はい、ではいろいろ聞いていきたいと思います。まず形成外科どういう診療科になりますか。はい、形成外科って言いますと一口に言うとその見た目を治す外科とか、皮膚を扱う外科とか、例えば怪我して血の出る怪我を扱う外科ということですね。で整形外科って似てるんですけど、整形外科はどっちか言うと骨とかその筋肉とかそういうのを扱う外科で、形成外科はどっちか言うと見た目という感じになります。とても分かりやすい説明をありがとうございます。そうなんですよね、形成と整形と似てるのであれって思うことがあるんですけれども、では先生の形成はその見た目の方をきれいにしてくださると、そういう診療科になっております。では具体的にはどんな症状の患者さんを見ることになりますか。はい、こちらで多い患者さんといいますと、やはり血の出る怪我ですね。いろいろ釜で切ったとか包丁で切ったとか、それとかやけど、それとあとは皮膚の出来物なんかを切って取ってほしいとか、あとは爪が食い込んで痛いとか、そういう症状の患者さんがやはり頻度としては多いですね。年齢的にはどれぐらいとかあるんですか。はい、こちらはお年寄りの方が多いので、かなりお年寄りの方が多いですけれども、その
まあ、私形成外科っていうのは生まれつき の, その皮膚の異常とかその、まあ、よく聞けって言いますけど、そういうのの治療もしていましたので、やはりあの前の長崎の大学の方では子どもさんもかなり見ておりました。ここに来てからはあまり子どもさんは見ておりませんけれども、はい、そうですね、あのどちらかというとお年を召した方の方が多い地域ではありますので、そしたらそういった患者さんが多いということで、先生はあの気をつけてらっしゃることとかそんなことありますか？いや、特に気をつけていることはあんまりないです。まあ日が浅いというのもありますけれども、まあ、やはり見てると、まあ、ただお元気な方が多いので、あの85とか90とかいう方が普通にいらっしゃるので、あのすごいなと、まあ、なんとなくもう年寄りだからいいやとかいう感じに陥りがちなんですけど、そういうことがないように、あの例えばまあ今90歳なら100まで綺麗に行こうとか、まあ、そういうふうに気をつけて診療するようにとは思っております。はい、形成外科と言いますと私はかかったことはないんですけれども、例えば先生の中であのラジオで言える範囲でいいんですけれども、こんな患者さんがいらっしゃってこんな風にっていうお話とか、もしできるものがあったら お願いしたいんですけれども。そうですね、まだこちらではあの見させてもらってないんですけど、昔そのやけどの後遺症でその少年なんですけど、もう手が固まってしまって、引きつれて固まって鉛筆や箸が持てないっていう子がおりました。でそれであの傷跡の引きつりを治す手術っていうのをしたんですけど、後日そのお母さんが、いやこの子がですねズボンのポケットが破れなくなったんですよってすごく喜んでおられるんですね。でなんでそのズボンのポケットかっていうと、その子はその手が引きつれて使えないってだけじゃなくて、その見た目が気になってそのずっとポケットに入れてたっていうんですね。だからその手術をしてあの引きつれは治っただけじゃなくて見た目も良くなって外に手を出して遊べるようになったっていうので、まあ、そういうことでその見た目だけじゃなくてやっぱり心にも少しその影響があるんだなっていうので、そういう見た目で悩んでおられる方をあの心の方も少しお手伝いできるっていうのが、まあ、嬉しいこの診療の内容だと思っています。本当ですね、そのお子さんは本当嬉しかったと思います、ね、やっぱり自分で見られたくなくて隠してたっていうことですので、確かにその見た目をきれいにするっていうことは心もまあ安心感が持てたりとかすごく安らかになるっていうので、すごくやっぱり素敵なお仕事ですよね先生。そうですね、そういうのを経験するとやっぱりやりがいもあるので、まあ、続けていきたいなと思っています。本当ですね、来週は山野辺先生の情報部長としての取り組みなどもお聞きしていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日は形成外科課長情報部長の山野辺雄二先生にお話をいただきました。どうもありがとうございました。以上安心マイライフのコーナーでした。